皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はねヴィレッジヴァンガードというお店でですね、チョコレートをいっぱい買ってきました。でですね、なぜチョコレートを買ってきたかというと、なんかねお菓子コーナーにね変わったチョコがいっぱいあったっていうのと、バレンタインが近いっていう点で買ってきました。はい、今年はね、はい、やっぱこのご時世なので手作りチョコ、ね、作ってあげるっていうのもちょっとね、なんかちょっとね、まあ気にしない人は全然気にしないかもしれないけど、私は気にしないんですよ、うん、ただって気持ちがこもってたら嬉しいじゃん、うんうん、そうなんですよ。友チョコとか大歓迎なんだけど、うん、でもやっぱ気にする人は気にするじゃん、気にする人は気にするから、なんかあげづらいっていうのはあるよね。そうで、子供たちは全然気にしなくても、そのお友達の親御さんから見たら、こんな時期に手作りのチョコなんてみたいな、いるいる、どういくら手袋とかしてても心配とかね言う人もいるかもしれないので、今年はなんかこう手作りじゃなくてこうね、もともと売ってるものをあげる人も多いんじゃないかなと思って、はいはい、ちょっとね買ってみたんですけど、でもまあそんなに種類があるわけじゃなくて、まあもちろん食べ物なので、我が家が食べたいものを中心に買ってきたっていう感じなんですけど食べたいかっていうのもあるけどね、まあ、でもねちょっとそれはもう今から紹介するんですけど、はい、うちにはほら一人男性がいるので、そうですね、そうだ、その男性の方にあげようかなって思うものも含まれてるんですよ実は。そうですね、じゃあそれからいきましょうか。それからいきます、もう、はい、行っちゃいますか。行っちゃいましょう。まずね、一つ目を、うん、パパにあげようと思うね、はい、あのこの我が家の家族の唯一男性にの時にね、はい、男性の人にあげようと思ってるチョコなんですけど、はい、こちらでーじゃーん、やーばー、これはね幼虫チョコっていうな、もう幼虫チョコっていうチョコなんですけどちょっと待ってね、幼虫チョコっていうチョコなんですけど、やばいよね、ガチで幼虫。あ、でも、うん、なんかねこの原材料名っていうね、うんうん、あの原材料が書いてるところに、うんうん、チョコレートコーチングコーンフレークとか読むと、うん、美味しそうなの、うん、美味しそうなの、うん、美味しそうなの美味しそうなの美味しそうじゃない、ね、チョコレートとコーンフレークしかないんだよ、うん、超美味しそうじゃない、ね、それ食べれるしーちゃん、だってこの口のとこ多分コーンフレークでしょ、うん、でここ でも美味しそうだよね、美味しそうだよね、多分食べれる私、じゃあ食べていいよ今、うん、だって3つあるから1つはちょっと味見で、ちょっとさ写真とかも撮りたいし、パパにあげるとなんか写真撮れないじゃん、え超美味しそう、美味しそうだよね、美味しそうです。いや普通にでもさ形がちょっと怖いけどさ、ほら見てこれ美味しそうじゃない、普通にねえちょっと写真こう手のひらに乗せて、オッケーオッケー、いい、超美味しそうじゃない、ウニ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 顔見せて、見てこの顔、なんかね目がちゃんと2つあるの、うん、ピンクあるでしょ、なんかね多分これコーンフレークだよね、うん、やっぱだから部分的に虫が嫌いじゃない人はそんなにあれなんだけど虫がね嫌いな人はちょっとやばいね、うわうわうわ実際ちょっとじゃあ一口食べてみる、うん、多分普通に美味しいよ、いきますよ、あ、やかー、うわー、どう、うまうまなんかすごいクッキーみたいになってる、美味しそう、美味しいですこれね、うん、おりばり食べてなんかさ去年さなんか辛いのだっけ、わさび入りとかあげたんだっけ、あ、待った、そういうのよりは全然嬉しいよね、形はちょっとあれだけど美味しいの、美味しいよね、うん、なんか見た目は良くて食べるじゃん、うん、めっちゃ辛いのは正直無理で、うん、こういう方が嬉しい私だよね、うん、ちょっと形でも、もうここまで来たら形とかもあんま分かんない、ね、分かんないね尻尾みたいなじゃあこれをねバレンタインにパパに2つあるのでまだね、はい、これでも結構いい値段なんですよ、416円っていう、なんで416円なのっていうか、ちょっとお高いんですけど、まあね面白いっていうことで、
もし虫好きの男の子にあげたいなって思うのがいたら喜ぶかもしれない。バレしたい。そんな人いるか、虫好きの子、うん、猫の虫好きじゃん。これはちょっと引くね。そうだよね。女の子からあげるとか言ってさ、幼虫とかセンス疑われちゃうよね、うん。これはまあお友達同士でちょっとね、話の面白い話のネタにね、食べ、マジで美味しい。これ美味しそうだった。いい匂いだもん、ココアみたいな。だよね、うん、超美味しいです。はい、じゃあこれね、バレンタインにはパパにあげる予定なので、はい、まあイコールドッキリみたいなもんですね。まあね、そうですね。お楽しみに。はい、じゃあ次行きましょう。はい、行きますね。絆創膏2つ。そうなんですよね、こちらのね、絆創膏チョコ。あとなんかこっちの青いパンにはさ、なんかカプセルみたいな薬っぽいものも入ってんのかな。これ？うん。これもチョコかな。哺乳瓶となんか飴玉かと思った。哺乳瓶、薬の瓶でしょ。ああ、哺乳瓶って赤ちゃんが飲むやつじゃないんだから。注射器と薬の瓶だよね。注射器となんか瓶と薬です。哺乳瓶。開けまーす。はーい。まずこっちのね。なんかいろんな、いろんなやつ入ってるやつですね。どうなってんだろうね。でもそんなにいっぱいは入ってないんだよね、これ。開かない？開いた。開いた。あ、なんか袋詰めされてました。あ、そういうことね。おー、すごい。カプセルとかちゃんと。はしゃ入ってんね、カプセル。うん。これ全部チョコと思ってすごいね。ね。開けてみまーす。はい。あ、かわいい！かわいいね。え、超かわいいんだけど。うん。マジで。マジでかわいい。うん。やばいです。かわいいね。はい、こんな感じでございます。これが注射器で、うん、これが多分絆創膏、うんうん、で、これがなんか哺乳瓶と間違えたなんか瓶、うんうん、で、これはカプセルの2つですね。1個ずつしか入ってないんだね。ね、カプセル以外はね。ね、はい、こんな感じでございます。はい、こっちの方、うん、赤い方ね。赤い方は多分この多分ね、このこれ絆創膏だけが入ってて、ね、うんうん、しかもこれが5個入ってるということで、うん、かな。じゃあ開けてみようか。あ、入ってます、5個。こんな感じで。あ、やっぱり同じだね。あ、こんな感じでね、絆創膏のね、チョコレートが5個入ってますね。映ってるか。定番、定番。はい、こんな感じで。じゃあ食べてみる。うん、じゃあ絆創膏いっぱいあるから絆創膏1個開けてみる。それ中見えないしね。ね、開けてみます。うん、はい。おお、かわいい。え、超かわいい。こんな感じになってて見えないね。あ、ここが一番見やすい、うん、かわいい。こんな感じでね、あの絆創膏の真ん中が点々、うんうん、ちょっと見えづらいな。ここが一番明るいかな。超かわいいです。はい、はい、食べてみます。食べますね、うん、いただきます。まあ、これは鉄板でしょ。美味しいよね、普通のチョコレート。超美味しい。うまい。超美味しいです。美味しい。次にこちらカメラ缶。はい、これチョコレートなんですよ、ね、あのパッと見何か分かんないじゃないですか、うんうんうん、チョコなんです。開けてみよう。それはなんかどうやって入ってんの。ちょっと待って、怖っ、びっくりした。ちょっと待って、どっから開けるんだろう。ちょっと待って、あ、なるほど、そういうことね。大丈夫。いいんだよ、いいんだ、合ってる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 。ここの部分が壊したわけじゃないから。一瞬びっくりした。いいんだよ、こうなってんだよ、もともと。なんかね、ここもね、開きそうね。ここもなんかテープがついてる。あ、そこにも入ってるのかな。他のテープついてない。あ、ほんとだ、入ってるわ。入ってますよね。じゃあまずこの中の開けていきますね、うん、こんな感じの中200って書いてあります。なんでしょう、これは236かな。あ、わかんない、なにこれ。あ、なるほど、こんな感じ。あー、あー、一番美味しいやつじゃん。これ大好き、ママ。こういう感じのやつです。これ美味しいよ。いいの食べて。いいよ、食べて。いただきます。私昨日タピオカもちょっと遠慮してるんで、そう、タピオカもね、珍しくいらないと思う。だってもう8時、7時、8時だったから、うん、美味しかったの、タピオカ。よかったね。もっちもっち。私ももっと昼とかに飲む。今度開けますね。うん、
あ、履くよこれ絶対。なんだろう。空っぽ。空でした。空っぽなんだけど。なんか入れられるってことかな。せっかく期待して開けたのに。ね、テープまでついてたからね。ね、なんか入ってんのかと思ったよ ね。開くだけじゃん。空かい。空か。まあ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 、でもこういうのはこのチョコを食べた後のこのパンが。パンが使えるんです。使えていいってこともあるからね。そうなんです。これさ、ほらこうやってさ、うん、こうやってさ、でも可愛いよね。こうやって置物とかにするじゃん。うんうん、さ、こうやって置くじゃん。うん、置いてさ、うん、あの友達が遊びに来るじゃん。うん、で何これとか言って。最近演技入ってるよね。でそれでさ、うん、あのこれね、なんとね。うんそれが楽しいの。それが楽しいんです。なるほど。だからこの中身がなくなっても、うん、お菓子入れれば。確かに確かに。今日のおやつはこれよとか言って。なるほどね。いっぱい出ちゃった。続いてはね、こちらです。これはね、もうリミちゃんが見た瞬間欲しいって言ったもの。そう、これね、中カプリコになってて。そう、いちごになってて。リミこれ大好きで、昨日もこれ食べてたね。食べてたね。で、なんか花束になってて。そう。で、これ5個入ってるんですよ、カプリコが。うん、こんな感じで5個。うんうん、2345ってね。だから、カプリコ好きの子にはたまらない。リミちゃんこれ大興奮してますから。リミはね、やばい、やばい、これ欲しいって言って。じゃあね、食べられるものを買おうっていうことで、これリミちゃん用に買いました。次はですね、こっち行こうか。うん、あれチョコじゃないし。はい、これもね、リミちゃんですね。リミちゃんが欲しいって言って買ったもん。これもリミが見た瞬間本当にこれ欲しいって言って、うん、これつけてこっていうの、うん、なんていうのこれ。あ、ヤンヤンつけ棒ですね、これね、パーティーみたい。これでもパーティーっていうかさ、ぜひやるんだけど、お友達と食べたいって言ってたんだけど、まあお家で食べることになるかなとは思う、ね。多分ね、友達と遊べないよね今の時期。そうだね、特にだからでね、なんか中に入ってるヤンヤンつけ棒はもうみんなが知ってるヤンヤンつけ棒なんですけど、うんうんうん、なんかこんな感じでね、楽しくデコれるみたいな感じになってて、まあでも本当これは楽しいよね、きっとね。そうですね、みんなでやるとね。クリスマス、お正月、バレンタインなど、うん、みんなが集まるパーティーにぴったりだそうですね。バレンタインとかみんなで今なってた。バレンタイン、もう超発音だと思うね。バレンタイン、バレンタインバレンタイン、バレンタイン、バレンタイン。でもバレンタインはもうさ、パーティーする人いないけどね。確かに、バレンタインだよパーティーとかいないよね。いないよね。普通こっそりさ、うん、どうぞってね、あげるもんだから、うん、パーティーはバレンタインにパーティーはしないよね。バレンタインだと、ね、って書いてあるんです、ちゃんと。まあ、友チョコっていうかか感覚でお友達とチョコレート食べようっていうのはありなのかな。ああ、なるほどね。みんなでバレンタインだから、みんなでチョコ食べないっていう感覚で食べるのも、食べるってことかもしれないね。そうかもね。はい。まあ、今日はちょっと開けないんですけど、こういうのもいいかなっていうことでね。まあ、リミが欲しかったってことなんですけどね。そうですね。はい、じゃあ次、最後。まあ、これ、ね、これ最後はですね、本当に申し訳ないんですけど、チョコじゃないです。はい。ただこれはママが食べたかったそうです。っていうかこれね、一時期めっちゃね、人気っていうか、ここはシガレット、昔からあるんだけど、なんか最近っていうか一時期すごい流行ったんですよ。これさ、うん、私が幼稚園の頃とかタバコとか言ってそう食べて、そうだね、うん、懐かしい、超懐かしい。だからなんだろう、大人向けだけど喜ばれる一品じゃないかなと思って、うん。まあでも大きいけど、多分中身はちっちゃいのがいっぱい入ってると思うんだよね。え、大きいのもこう入ってんじゃないの。どうなの、開けてみようか、せっかく。開けてみますか。みんな中身気になるよね。はい、開けてみましょう。じゃあ開けますね。あ、これ引くやつか、うん、ほっ、こういうやつですね。ほら、やっぱりちっちゃいのがいっぱい入ってる。あ、なんだ、だいたいこういうのってさ、ちっちゃいのがいっぱい入ってるよね、うん、ポッキー、ちょっとポッキーだっけ、なんか長いの、ちょっとコストコのやつ。長いよね、あれ。大きいは大きくのなってるよね、ちゃんとね。これはママが編集中に食べたいと思います。はい、以上です。以上です。
ね、今年のバレンタインをね、みんなどうするんだろうね。ね、本当に、うん、でもね、リミちゃんのお友達も普通にチョコあげるねなんてリミも言われてたみたいだし、そうなの？別に気にしない人は全然気にしないんじゃないかなと思うんですけど。はい、ということで今回はね、はい、バレンタインとかね近いと思うのでね、うん、チョコをいっぱい買ってきました。はい、ということでそれではバイバーイ。可愛いよね。可愛いよね。これ持ち運んでたら絶対可愛い。うん、さ怪我しちゃってさ、うん、これでこう太すじゃん。でこう開けんじゃん。うん、まずはなんかどうぞみたいな。まずはどうぞって何それ。甘いもん食べて落ち着こうってこと。そう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 。痛いね。まずはこれどうぞ。ああでもそれはありかもしれない、ね。ありでしょ。幼稚園の先生とかありじゃない？物でするの。まあいいや。でもうちのお父さんとかそうだよ。パパとかいつもそうだよ。そうだね。パパいつもね、うん、そう泣いてる時とか必ずチョコは持ってきて、うん、食べなーとか言って。そうそうそう。絶対チョコ持ってくるよね。うん。ほんとそれ、ね。最近はさすがになくなったけど、もしほりみが泣かなくなったからね。昔はもうすぐチョコだったよね。ね、ほんとに。